WGP 第6戦カタルーニャ GP ロードレース世界選手権23日カタルーニャサーキットスペインペンカメライコール遠藤聡元さ元3に MSI から参戦する山中流星22が拠点にして5年目を迎えたトーチで念願の初表彰台獲得に挑む サゾ現地の後押しを期待できるかと思いきや、知り合いも友達も多いけど、正直、第二のホーム GP という気分じゃない。スペイン勢が注目を集めるし、むしろ完全にアウェイな感じ、と苦笑い。とはいえ、チームのホーム GP でもあり、モチベーションは高い。ニークサ連続4位で迎えた12日の前線フランス GP は7位にとどまり、 スピードがイマイチで、トップグループにいても勝負できなかったと振り返る。原因はギアリングのミスで、チームが突き止めてくれたという。前戦からのインターバルで1週間、日本へ一時帰国。ホームにする千葉県のモバラツインサーキットで連日の猛練習を行い、自己ベストもマークした。今は乗れている感じがする。カタルーニャは好きなサーキットだし、 自分の力を出せば良いレースができるはず。今度こそ表彰台をつかみ取る。